なんで2人で頭突っ込むの。お化粧してはは言ってるな。どんな飲み方してI'm sorry.
Thank you.
まま出てくるんだよね。トウモロコシの皮、皮あるじゃん。皮がダメだ。一個一個に、うん、皮は多分消化が全然ない。犬も食べるけど、そのまま出てくるもん。つぶつぶ？うん。トウモロコシあの人が食べる。本当。で全く食べても意味のないだろう。そう。じゃあ消化できないんだよ。皮が硬いから。そうだよね。あのスイートコーンでもしなきゃダメ。スイカとかはね、水分取れるから。冷たい方が今日はいいでしょう。足で蹴飛ばしたらウイちゃんが登ってる。ん？足で蹴飛ばしたらウイちゃんが腹の上も最後足でポーズ。34度やって外。
いね、ヒリヒリするもん。本当は日立海浜公園行きたかったんだけど、この陽気で行ったら、ね、干からびちゃうから、もうちょっと涼しい時期か春か秋なんで行くな。これひんやりするね。うん、
ね、寝ようと思ったらウイちゃんが始まったからこっち移動しちゃったよ。ウイの声でかいからだって寝ようと思ってそこに、ね、ウイちゃんが。
は寒いんだけど。ゆけさん平気？大丈夫。ここクーラーめっちゃ当たるから若干寒い。向いてアティ。でもこう人が前だ。アティ。ほら川目の前だよ。おいで。日陰が。はい。おいで。ウイちゃん走ってる。ちょっと濁ってるかな。すごいぬるい。めちゃめちゃ可愛いですね。こんにちは。あ、そうですね。濁ってる。ウーちゃんダメです。写真撮ってもらう。あ、はい、大丈夫ですよ。はい、ウーちゃん、お魚。はい、ウーちゃん。アティは来ないで。おお、すげえ。すげえよ。だいぶ重たかった。結構いったね。ちょっと体洗おう。二人とももう日陰で止まっちゃったね。あ、ここに水道あるんだ。
受付に張り切って。かわいい。どこ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 。このまま入って大丈夫ですか？あ、はい。あ、ここあれか。そう。ラッコ入っても大丈夫ですか？じゃあ、え。簡単にご説明させていただきます、はい、こちらお部屋の方の鍵になります。はい、ありがとうございます。こちら場所なんですけども、 G のドッグトレーラーになります。はい、こちら左降りていっていただいて道路側の一番手前のお部屋になりますので、はい、はい、お願いいたします。あとお食事の、うん、一番手前に見えたところ、はい、そうですね、茶色い柵がありますので、はいはいはい、すぐお分かりになられるかと思います。分かりました。お食事なんですけども5時にお部屋にお持ちいたしますので、はい、すいません、お願いいたします。はい、分かりました。朝食も同じ場所で8時にお持ちいたします。はい、いいですね。はい、でお風呂が最終入荷は8時になっちゃいまして、9時が終わりになりますので、はい、すいません、よろしくお願いいたします。はい、分かりました。はい、お魚あるよ。めちゃくちゃ綺麗だね。ほい。おい、すごい、キャンプファイヤー台。あそこに水あるよ。あれ写真撮る場所かな。なんかそれっぽくないねえ。ほら、おいで、二人でペアで。お魚？ちょっとお部屋見てみよう。おいで。ういちゃん。ういちゃん。はい。開けるよ。あってちょっと危ない。入り方が。ういちゃんもなんでそこから入るの？開けたのに。はい、いいよ。お部屋が。いきなりダブルベッドかでかいね。はい、あ、涼しい、すごい広いね。あ、広いじゃん。あ、奥にベッドがある。2段ベッドで、すごい奥行きが。何何何、お前ら下、これこれ、ここは？ん？トイレ。広っ。あ、本当だ。これあれだね、トイレ以外にも多分使える部屋で。これさ、これだけ広かったら。アティというのケージのおトイレ、そこら辺に置いていても大丈夫だね。で、おトイレシート。こっちは、
めちゃくちゃ涼しいんだけど。今日アティとどこで寝る？これ電子レンジがすごい邪魔にならない位置にあるっていうのがすげえな。はい、エッチ。これ収納。それが冷蔵庫で。ん？どれが冷蔵庫？あ、これ？鏡みたいになってる。わお。あ、魚これ冷凍庫かな？冷凍庫よ。冷凍庫。魚ここでいいじゃん。粋な感じだね。え、これ何？これは何だろうね。分かんない。あってやんなすみっこね。ああいうとこ好きだもんね。ねえ、何してんの？ういちゃん。ういちゃんとあって今日一番下の段かな。まだ入っちゃダメ。まだ入っちゃダメ。シーツ敷くから。ダメダメ。判断ですね。うっちゃん何カサカサしてんの？確かにこれ6人ぐらい泊まれそうね。こんなとこに寝てる。何してんの？なんでこんな広い部屋で入り口で。入り口で転がってんの？下冷たいね。クーラーつけようか。気持ち悪いな、多分。めっちゃ頭からかぶってる。気持ちいいって。ゆきはなんかお風呂入ってるみたいになってる。だいたい溶ければいいかな。なんかとりあえずどっから取るかわかんないけど登ってみようか。おいで。水を取るから。あっていい、はい、いいよ。食べん？大丈夫大丈夫。あて、お腹いっぱいなんかな。攻めよって。ねえ。ああ、気持ちいいな。出ないもんね。
はい、アティこんにちは。うんちゃん、うんちゃん、うんちゃんね、だいぶ人に慣れてきたから。あのじゃれ髪だと思うよ。あの誰にでもカプカプするから。はい、アティさん。何？怖い？怖い？怖いね、怖いね、怖いね。アティ、俺はどうしたらいいんだ？俺が泣かしたんか？うーちゃんは？伸びてる。うーちゃん、うーちゃんを、うーちゃんの方があの最近おとなしいんで、ね、うん、人懐っこくて、うん。そうなんだ。そう。変われば変わるもんだ。でも見てる。びっちょびちょに泣いてるじゃん。うんちゃん、うんちゃんちょっと今待機中。もうすぐあと30分でご飯の時間。ご飯持ってきてくれるって。見て見て。うんちゃん。平気みたいな。今ういちゃんね、足の匂い嗅いでたんだよ、ガナシ見てるよ。ういちゃん、ういちゃん、今泣いちゃってっていうのが動物はできないんだよね。いいシーンにはカメラが回ってない時には。ういちゃん、でもね、最近人好きだから。アティなんてもう人無視して寝てるよ。でもさっき肩乗ってたやつこれ、ここに入ってんだよマットはここのやつ。いや、これ持ってきたやつ。持ってきたやつ、うん、自前も匂いするからアティの、うん、持ってきたやつの方が安心してね。ちょっとでもなんかお風呂入って機嫌直ってちょっとすっきり。じゃん。あちらで、ガナシも泣かなかったね。あちらで赤ん坊が待っておりますよ。みんな荷物だね。アティウイラナ。本当だ。アティウイラナ。オミ。オミ。ラナです。ウイちゃん。意外と赤ん坊が気になるのかな。アティはもう一人で寝る気満々。俺は寝るって。車の中でもずっとウイの毛づくろしてる。食堂は全部右側にセットしてあります。3種類ございます。あと一番下にお箸とスプーンございますので、こちらお使いください。で、脇にコップと下が樽になります。で、大きい黒いボトルの方がサラダのドレッシングになります。隣のガーリックステーキソースがステーキのソースになります。が海鮮のお醤油で、からし焼きのソースなんですけど、こちらの銀の鉄板の上のお肉がうちのからし焼きの味付けで漬け込んだお肉になってます。もともと味はついてるんですけど、もし味が薄かったらかけてお召し上がりください。こちらでお肉焼きさんのこちらのガスコンロでお願いいたします。塩コショウあります。何かアティ、こっちこっち、2階ダメよアティ、それ牛ちょ
ほら、お外見てごらん。牛さんと。ゆいちゃん、牛に気づいてなくない？アティ、どうした？早くビールが飲みてんの。ゆいちゃん、はい、いいよ、ういちゃん、ういちゃんじゃなかった、あっていい、最近間違える、そうですよ、いいよ、すごい海が、夕日が、夕日が見える、あ、ここも出れるんだ、涼しいね、ここはういちゃんが拾い食いする心配がないからいい、はい、水あるよ、ここくれ家に帰る、もう一回このとこやるとね、すぐ上がるのね、パーティーは、はい、いいよ、はい、ただいまして、ちょっと待ってね、ういちゃん何してんの、はい、これ入っちゃダメだよ、はい、入っちゃダメよ、おみちゃんの、あ、おみちゃんじゃない、りんさんのビールね。なんて、りんさんのビール。やべ、泡だらけになった。73で泡が。もうちょっと待とうか、ちょうど1対1になっちゃったけど、はい、これういちゃん飲んじゃダメね、あてでも夜飯食ってないんじゃないの、でもここ涼しいね、開けるシーンでいきます。はい。また来た？はい。はい、行きます。ゆっちゃん何喋ってる？キルキルキル。誰が泣いてる？ゆっちゃん。うん、いいね、大丈夫だもんね、眠いんだよね、いいよ、ね、ね、いい子だもんね、うん、泣かないの、泣かないの、ゆなちゃん泣くちゃダメよ、覚えてるか分かんないけど妊娠前私めっちゃ刺されてたじゃん、刺されてた、ピーヒロがなんか虫除けの持ってきたら逆に寄ってきて食われたって、ピーヒロか私かみたいな勝負で私が勝つぐらい刺されてたじゃん、うん、妊娠してから全然刺されなくなって、多分血がまずいんだ、ホルモンの影響で、いや、めちゃくちゃやってる、かわいいでしょ、え？に
愛いもんね。かわいいでしょ。レイサイでカワウソと一緒にお泊まりって。そうよ。めったにないと。レアキャラよ。当のカワウソたちは。寝ています。あ、でももう完全に爆睡してるね。全然アティ、ナナちゃんの存在に気づいてないよ。かわいい。かわいいが渋滞してます。潜って言った。どうしてそんな微妙な距離感。隠れちゃった。照れ隠しか。照れちゃった。はい。ここ開けます。だってお魚あるよ。おいちゃんも一緒に台に登りなよ。あ、かわいいかわいい。お、ね、嬉しい。やめろって。あ、惜しいな。おいでおい。ラナちゃんの顔がちょこんと見える。私もやりたい。
笑ってる笑ってる。これを自分で作るの？このこれこれで適当に。涼しいな。あ、美味しそうだよ。はい、いらない。お姫さん寝てるね。はい、アティ、アティ。ほら、これもういいの。寝る。挨拶いいの？じゃあラナちゃんまたね。またね。バイバイ。じゃあまた。バイバイ。またね。また遊ぼうね。何にするもう。